グリーンウッドは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州北西部、アップステート地域のグリーンウッド郡に位置する都市であり、同郡の郡長所在地である。2010年国勢調査で、の人口は23,222人だった。グリーンウッド市は、北緯34度11分整形82度10分、北緯34.183度整形82.167度、 34.183-82.167に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は13.7平方マイルであり、このうち陸地13.7平方マイル、水域率は0.07%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。グリーンウッド市は、市長、市政委員会方式の政府を採用している。 市長は市全体を選挙区に選ばれている。市政委員会の委員は6人であり、6つの小選挙区からそれぞれ1人が選ばれている。2015年時点の市長はウェルボーン・アダムズである。任期は4年間であり、現在の任期は2018年までである。サウスカロライナ州共生省の女性用刑務所であるリース共生施設がグリーンウッド市に近いグリーンウッド郡の 未編入領域にある。毎年6月、グリーンウッドでは、サウスカロライナ州、花の祭りを開催している。この祭りは1968年に、パーク主会社の行事として始まり、毎年生産者の日を祝うものとして、今でも同社が主たるスポンサーである。この祭りでは、ジャズコンサート、子供のためのセスナ飛行、世界の食品、クラシックカーのショー、ドッグショーなども開催している。 また祭りの期間中にセルフリージョナルヘルスケアが主催する医療シンポジウムもある。この行事には全国からガーデニングの愛好者が集まる。毎年7月第2週末はアップタウングリーンウッド開発コーポレーションがサウスカロライナ州発見の祭りを開催している。食べ物、娯楽、音楽に加えグリーンウッドとアップステート地域の歴史、伝統、伝承、 芸術と工芸、ダンス、お国自慢について経験し学ぶことができる。この祭りには、カンザスシティバーベキュー協会も協賛し、サウスカロライナ州チャンピオンシップの料理コンテストが、国内最良のバーベキューチームを紹介している。さらに、グリーンウッドの料理に関する伝統である、小レ切れ肉料理を検証している。この週末にはブルースに関する豊富な音と、 伝統も紹介している。グリーンウッドブルースクルーズは中心街の7つの会場でブルースの演奏会が催される。ニューヨークタイムズが2011年に掲載した記事によればグリーンウッド軍は急速な経済の減退を経験している。これは貧困率を国内の軍と比較したものである。この減退について大きな要因はかつてはグリーンウッドの経済を支えていた。 繊維産業の脱工業家である。長い間に繊維工場の大多数が閉鎖され、地域社会の雇用機会を奪ってきた。市内で中程度の収入を得ていた市民の多くが不況のために失業し、減収になった。その多くが普通ならつかなかったような職に移ることを強いられた。このために貧しく、教養のない市民がついていた職が奪われた。グリーンウッドには、 夏季のような大企業がある。グリーンウッド市内には地域最大級の病院であるセルフリージョナル病院がある。高品質の血管外科システム、癌センター、心臓センター、神経外科があることで知られている。24時間対応のレベル3緊急治療センターがある。セルフリージョナル病院では優れた家庭医学研修医プログラムもある。 家庭医学のためのモンゴメリーセンターで実施している。対象は30人の研修医であり、国内でも最善クラスの家庭医学研修医プログラムと考えられている。後半内容任務プロジェクトに参加するのも競争のない研修医である。このプログラムの卒業者は全国で実務にあたる。近年、参加やスポーツ医学の分野に進出した卒業生もいた。 医師はいくつかのカレッジや高校のためのチーム医師として活動している。もう一つの著名医療機関が非営利のグリーンウッドジェネティックセンターがあり、遺伝医学の分野で教育プログラムと資料を開発し、研究を行うために遺伝治療と実験研究を行うために組織された。グリーンウッド地域リハビリテーション病院は専門化されたリハビリテーション治療を行うために考案された。 市内唯一の独立系、緊急リハビリテーション病院である。この施設の特徴ある仕組みによって患者に快適で、反応の良い環境を提供している。身体機能を損なう病気や怪我によって、機能的な欠陥がある患者のリハビリを行っている。患者は、リハビリのプログラムを通じて早く回復し、自己充足の感覚を新たにして帰宅できる。市内には、 グリーンウッド軍図書館の本館がある。グリーンウッド市は、グリーンウッド軍教育学区第50に属しており、職業訓練教育を含め中東レベルまでの公共教育を提供している。中東教育、中学校、小学校、私立学校、グリーンウッド市内で、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている場所として、バーラット邸、J. ウェズリー・ブルックス邸、 ランダーカレッジ9本館、マグノリア墓地、マウントピスガ a ME、協会、旧グリーンウッド墓地、旧グリーンウッド高校、ジェームズ C セルフ邸、ストーニーポイント、サニーサイド、タバナクル墓地、バンスマックスウェル邸がある。その他の見どころとして、以下のものがある。ありがとうございます。